で、ここで仕掛けないかんのかな。あなたが後手です。よろしくお願いします。対局開始。いらっしゃい、マサです。今日もね、初心者の方、級位者の方にも分かりやすく楽しく居飛車を実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ、相手の方がですね、四間飛車やってきてますね。で、どうするかだな。ミレニアム行くか迷ってたんですけど、穴熊なんで、ちょっと方針変更してヘナキューっぽく行きたいんですけど、でもこの銀が上がってる形じゃないんで、ヘナキューも行きにくいなということで、ミレニアム行ってみますか。で、橋はね、つかない方がいいんじゃないかと思ってるんですけど、まあでも脳内なんだよね。どうなんだろうね、難しいね。橋ついてもね、結局穴は囲ってくるんですよね。となると、まあ俺もなんか穴熊ちょっと匂わしといて、金だけくっつけとくのはありかもしれん。箱入り娘、箱入り娘、うん。で、桂も跳ねてって、銀上がって、まあミレニアムみたいな形にしましょうか。まあまあ、そうやってね、格闘を攻めてきたくなる気持ちはわかるんだけど、まあだけどって感じですね。まあ普通に金囲っといていいんじゃないかな。で、腰掛け銀の形なんで、普通に多分こっち行って大丈夫なんだけど、端角が飛び出る筋だけ消しときたいんで、まあ端はついといてって感じですね。で、まあその形はね、確かになんか刺したくはなるよ、刺したくはなるんだけど、あの高美濃の金銀の形と同じなんですよね。まあ、なので、これ角引いた時に5五歩の仕掛けがあるっちゃあるんですよね。ここで行くかどうかやな。で、ここで行くかどうかなんだけど、相手から、まあそうね、受けてくる可能性はあるんですよね、ここね。まあだけど、やっぱ基礎中の基礎なんで、これは行けってことかもしれないですね。あ、でもどうなんだろうな。この形で行ったら、例えば、ここに銀がいる形、ここに銀がいる形、まあ、歩ついて、歩ついて、歩いったときに、銀が取るか、銀が下がるか、角で取ってくるかなんですけど、銀ボロにしたかといって、穴熊なんですよね。穴熊なんで、ちょっとなんかね、遠いなと思って、一回見送ろっか。美濃で、ここがついてる形なら、馬で小瓶攻めができるじゃんっていう感じなんですけど、これは一回見送った方がもしかしたら得策かもしれない。で、この辺ついてくれたりしたら、まあこう小瓶が空いてる形になるわけやからと思ったらですよ、これはどうする。多分ね、立て替えてくるんだよね。立て直してくるんだよね、こっちに。歩ついて立て直して桂跳ねてって感じでいくかって感じなんですけど、それでやるか。俺一手二手やろ。一手二手で仕掛けられるよ。一手一手二手でここ五五ついた時に、って感じかな。そういう感じでいきますか。で、跳ねといて、で、ここで仕掛けないかんのかな。まあ一応馬がここにいる形にはなるのかな。で、ここブッチできるもんね。こっち硬いしね。いきますか。
でこうやってでこうやってまあ銀得はできる形にはなると。まあ同銀で取り返してきたら飛車角さばけて銀がここやから、まあそれはさすがにやらんでしょう。やらんってことはないかもしれんけど、銀がそこはちょっと辛くないっていうのがこっちの主張ですよね。でまあ桂馬跳ねさせてもらおうかな。か角ここ打っとくか。角打っといて、いやでも角合わせてくるな。となると普通に飛車下ろしますか。普通に飛車下ろして桂馬取りに行くか。まあ桂跳ねといての方がいいかもね。桂跳ねといて取りに行くか。下ろす、まあ普通に下ろすよね。さあまあ一応相手の方はこのまあ銀を損することはなくなったんですけど、損はしてないけど遊んでるよねっていうのがこっちの主張で、でこれ角打つか。角打ってここに2枚替えしようって言ってみましょうか。いやでもこれ角合わせて合わされて金が下がられそう。なんかちょっと筋悪ですね。相手にお手伝いしてるんだけど、そういうのやっちゃダメなんだよな。いやこれね、なんか桂跳ねていった時に桂が飛んだら銀が取れるじゃんって思ってなんかやったりしてるんですけど、角合わされたらこれ結構きついな。取るしかないんですよね。まあ取るしかないことはないのかな。桂跳ねて、ああそこなら金が離れるからまあ問題はない、問題ないことはないんだけど、まあ嬉しい展開ではあるかな。まあこれは取りますか。桂跳ねはあるかもな。桂跳ねて角取って飛車が来て、まあいっか、金が離れるならいっかでどうすんのって感じなんですけど、例えば何かありますか。銀取りたいって言ってみる。いや違うよね多分ね。この桂中央に使っていくか。でこの金どうすんのって言ってみる。これはもうブッチですね。で金取っといて、これでまあね、あの穴熊の体力を削っていくのが大事かなと思ってるんで、まあ、これはこれでまあ一局になるんじゃないかな。まあにしてもこれ結構ね、この桂跳ねに関してはまあちょっとね、あのなんて言ったらいいんだろうかまあ見落としてたところはあって、まあ金ベチャでいいんじゃない。金ベチャで銀取りますよってやっといて、逃げたら成り込んでいっていいんじゃないかな。まあ何にせよここの地点がうお受けにくいやろうと思ったら玉が出てきたよ。ここ成り桂が入って、成り桂入って同銀なら金引けるっしょ。まあ入っとくぐらいでいいんじゃない。結局ここに歩打って受けた手が意味なかったよねっていう主張にはなるわけなんですけど、まあまあそれは取っといて、でこれまた詰めろですよ。これ角とか銀とか打ってね、避けて詰みになるんで、これどうすんのっていう。まあ飛車とか打ってきますよね。
まあ取っとく手もあるけど、まあこういうのは手つないどく方がいいのかな。銀とか打っときますか。で次またこれ取って取って飛車打って詰めろですよ。やっぱね金なしは受けにくいですよね。将棋って結構金の価値が高いなってなんかあの現代将棋では考えられてるみたいでね、あの角と金だったらあの角の方が角と金、まあ、ほぼ価値が同じっていう風にね見られてる感じもありますからね。さあこっからなんですけど、清算しちゃってもいいし飛車を下ろすかな。ここに飛車を下ろして、飛車を下ろしてもいいけどね、か送りの手筋やっちゃうか。角打って取らして取った時に角角飛車系でしょ、めっちゃ受けにくくない？送りじゃないこれは。角よりもやっぱ金の方が価値が高い。穴熊戦においては特にそう思う。まあ、これは多分飛車打っといて必死クラスじゃね。飛車打って角とか打たれてもまあまあ金でいっか。金でこれも詰めろっすね。取って取って飛車打ってまあスペースをね埋めるっていう話がよくあるんですけど、穴熊戦だとね、スペースを穴熊の受けるスペースを消していくっていうのが、まあ、大事ってよく言われますよね。これは怪しいぞ怪しいぞ。ここにしか効いてないよね。取って取った時にあーそっか、これ俺斜め駒がないのか。となるとこれはここにやっぱり飛車とか打ちたいですよね。飛車打って角いって飛車なる、まあ、みたいな感じでいきますか。まあ、とにかくこっちからスペースを埋めに行くっていう。まあそれはどう2分30秒どう飛車なるか。で同金でどうしようかな。まあ普通に飛車打っときますか。これ寄っていっきょんかな。なんか手数がかかっとるけど寄っていっきょんかね。まあ埋めるけど、それはなんか怪しいけどな。まあまあこう取っといて、でどうするかですね。まあこっちかな。こっちって飛車取られたら金打ちでアウトやろ。こっちって取ったらそうか、それはダメか。となるとどうすんだこれ。やばい、なんか寄せ間違えたな俺。やべえ、なんかかっこ悪いな。かっこ悪いな、しゃあないか。どうしようかな。まあでも桂馬取りますか。1分30秒。寄せ間違えたね。普通に金打つか、飛車打つか、ここに飛車打てばいいか。寄せ間違えたねとか言ってるけど。はい、ありました。いい駒組みでしたね。はい、感想戦やっていこうと思います。はい、感想戦やっていこうと思います。今回ですね、ミレニアム対四間飛車の戦い、四間飛車アナグマの戦いになりました。で本譜ですね、まあ俺の方が有利な時間帯が多かったわけなんですけども、まあ、詳細はここから見ていこうと思います。まずですね、仕掛けの部分ですね。仕掛けの部分、まあここから歩突っかけてってで飛車回ってきたんだけど、まあこうなるとねやっぱねこっちの方がいいですよね。7七角なる。で俺が読んでたのはまあ飛車なってきて、まあ馬で銀取ってっていう感じの、読みではありました。まあこの時点で一応マイナス2500点やからこっちが2500点いいっていう風な計算で、まあ次桂跳ねていってここになる手とかあるしね。
まあ、攻めは全然続くでしょうっていう。銀ボロですからね、一応。まあ、だけど今回は銀で取ってきたんで、まあ、この局面ですね。この局面、まあ、お互いに飛車角歩を持ち合って、こっちは金銀4枚囲ってると。でも向こうは金銀が3枚なんですよね。でここに銀が1枚落ちる形になるんで、まあ、遊んでる銀がここにいるってことでマイナス3000点ぐらいになってるということですね。で俺6六角はね、ちょっと考えたけど、なんかちょっと違うなと思ってやめたんですよね。それはね、なんかここに囲わされた時どうすんのと思ったんだけど、これブッチすんのかな。あ、ブッチだ。この角は働いてねえと言ってるんだ。確かにこの桂馬しか見てないもんね。ブッチしても桂馬やから。でこの角は桂馬ジャンプが当たるよって言ってんのか。例えばここに避けたりすると、なんかこの辺に打たれたりしていたって感じですね。まあ、ここでもいいのか、金の方がいいのかな、どっちがいいんだろうね。まあ、かといってここでブッチをしたとしてもあまり体力が削られたわけではないと。まあ、3三銀こっちの方がいいな。こうなるとね、やっぱ体力が違いますよね。こっち4枚なのに対して相手がまあ2枚と言っていいのかみたいな陣形なんで、こっちがいいですよねこれは。まあ、なので6六角やったんですね。はい。まあこのね、62手目に関してはやっぱ飛車ブッチですよね。もう桂馬と飛車の両取りになってるけど、まあこのね穴熊の体力を削るっていう意味だったらもうこっちブッチですよ。もうこれはブッチで、で5七桂成が入って、まあ、こっちがいいですよねっていう感じかな。はい。最後はですね、まあ、最後の局面は飛車取って、まあ、7手積みがあったみたいですね。まあ、取ってでここでまあ飛車打って、まあ、同角なら竜が入って飛車成ってで玉下がって、まあ、金とか角とか打っときゃ詰みと。で仮にこう下がったとしても、まあ、これは金打ちまでの詰みと。いう感じでした。はい。いかがでしょうか。今回ねミレニアム対四間飛車穴熊やってみました。ぜひね、高評価チャンネル登録していただいてですね、次回のミレニアムの対局も楽しみにしていてください。ということで、本日もお疲れ様でした。お会いしましょう。